まあ一番は得点のところなので、できるだけボックス内人数をかけるっていうところと、やっぱり背後を取るっていうところを、練習はしました。監督も、ビルドアップの素晴らしいチームだと評しておりますけども、あれっていうところになりますよね。そうですね。さあ中盤の攻防収まって竹早手中に出してくる、さあ右足シュート、今度のシュート、ここは関がうまく防いでいます。やはりこう前への動き出しなんですよね、はい。まあ、このシーンは先ほどのチャンスシーンですね。このシュートも中に吉岡走り込んでいますが、一度戻してここから池上入れてきました、うん、飛び出している、切り返して左足シュート、振り向いてのシュートは最後は背番号19番沼田でしたが、これはもうワンタッチあったのではないかと。このシーンです。池上が打ち込んできて振り向きざまシュートですよね、はい。まあ、実際どうだったですかね、これ当たってますかね。振り向いてのシュート、これがまあその右に持ち帰る、左に持ち替えて上げてきました中央。佐藤健介頭で落とす、縦に入れます。さあ山下、山下、山下、山下だ。ここで、ここで山下が決めてきた。山口先生、いや素晴らしいですね。まあ、ここで佐藤選手がテンポを変えたドリブルから外も出せるような持ち方するんですよね、はい。まあ、それによって内側で、体を開いて待っていた山下選手がハーフターンしてゴールを見た状態で駆け引きできたのが大きかったですね。まあ、そこから右足で、ワンステップ踏むことによって相手の重心を中に送り込んで左足、橋本選手と沼田選手がアクションを起こせてたのも大きかったですね、はい。さあこれチャンスあり、左足のシュート、こぼれている、まだあります、中に入れてきます。生駒がブロック、同点ゴールだったりというのは生まれやすいので、はい。まあ、ここまた面白い時間が、身長の高い選手がゴール中央より近いところに集まりました。これもシンプルに真ん中を狙ってくるか、池上ふわりと浮かせて中央シンプル狙ってきた、頭で押し込んで、最後は吉岡だ。いや見せました、ファーストコンタクトは渡辺選手ですね、はい。渡辺選手がキーパーの直前でヘディングに打ち勝ってこぼれ球ですよね、うん。このセカンドボール回収ですね、はい。そして逆サイド左に高瀬、精度の高い左足グランダーで入れてくる、右足シュート、関健太郎抑えました。緊張してた。
がおかわり、おかわり嫌がることじゃないね、別にそんな嫌がることじゃないね。コウさんのこと嫌がる、コウさんのこと嫌がってますよ。なんで、まだね、ヒデもめちゃめちゃ嫌がってます。ヒデも嫌がってます。よし、シャッシャッ、いやー、やっぱ工事だわ。アウェイライト、しっかり勝ち点3取れるように今から準備しましょう。全員で OK。 OK、 じゃあ終わりましょう。そうですね、まあ、今年はちょっとポジションがまたちょっと一つ前目になって、練習試合とかの段階から少しゴールにつながるようなプレーっていうのも、意識してやってたんですけど、まあ、はい、そこが一つ形になったっていうのは得点かなとは思います、はい。意識というか、やっぱり、まあ、チームとして の、 まあ、やり方、戦術っていうところでこうなったらここに入っていくっていうのが、まあ、ありますから、その、まあ、個人的にどうこうっていうよりはやっぱチームのやり方っていうのはしっかり理解して、でそこで外しちゃいけない部分っていうのを意識するようにはしてたんですけど、まあ、それがああいう形ですよね。やっぱペナルの中にどれだけ侵入していけるかっていう、まあ、ドリブルとかで入っていけならそれはそれでいいんですけど、まあ、動き出しでパスを受けるって形で入っていってもいいと思うし、まあ、そういうのが、はい、今年、まあ、僕に限らず、レノファーとしての一つ意識していることだと思うので、適当っちゃ適当っすよ。とりあえずケンスケからいいボール、前半から結構入ってきてたんで、まずはターンできるなっていうのはあって、でターンして、でそしたら思いのほか相手飛び込んでこなかったので、そうですね、あとはまずゴールにまずは蹴り込もうっていう思いしかなくて、まあ、実際そのニアサイドにが空いてるだとかどうとかっていうのはあんまり意識そこまではしてなくて、まずは、まあ、ちょっと距離が空いてたのでゴールにまずは飛ばそうっていうところではあったんですけど、はい、半分適当です早いに越したことないじゃないですかやっぱり去年なんかは終盤になってもなかなか取れなかったんで、すごいね、やっぱこうプレッシャーもあるわけですよ、周りからそういうのもある中で今年は早く取れたんで、まあ良かったは良かったんですけど、別にこれはね、まあ、インタビューでも言いましたけど、狙ってる記録ではありますけど、でも別にこれがメインではないのでこれが達成できたからじゃあ良かったね今年1年ってことにはならないじゃないですか。だからもう本当にあとはじゃあこれをどう次につなげていけるかっていうことだけですね。逆に早くに取っちゃったんで、これで1点で終わっちゃうとそれはそれで問題ありですからね。やっぱりそうなってくるとまた今度じゃあそれを積み重ねていかなきゃいけないっていうプレッシャーというか、なんか責任も出てきますから、そこの部分で、はい、やっぱやっていかなきゃなという思いはありますけど、まあ、でもそんな風に今日はとりあえず喜ぼうかなと思いますまずはやっぱり今やってることっていうのを本当に最低限という意識の中で積み上げていくっていう意識いかなければいけないっていうのはまだまだあると思います、シーズンも始まったばっかりだし、チームとしてもやっぱりまだまだな部分が多いです。でそこを、まあ慢心することなく積み重ねながら、一試合一試合、戦っていくのがすごい大事だなと思いますね。でその中で、まあ開幕戦もそうだし今日の試合もそうだし、やっぱりすごくいい雰囲気をサポーターの皆さん会場で作ってくださってますから、
その、まあ、応援っていうのを後押し受けながら、今日みたいな勝利を、増やしていって、みんなでこう喜び合えるような形を作りたいですし、当然僕らもいいサッカーこれから目指しますし、もっともっとスタジアムにこう足を運んでくださる方にも増えてもらいたいですし、まあ、これから暖かくなってくるんでね、少しずつこう会場に来られる方が増えていってくれればいいなと思います。